こんにちは。ミツテック株式会社の白岩と言います。よろしくお願いします。本日はですね、こちらにあります 3D の形状計測装置のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらにあるのが 3D アイスキャナーという名前になっています。原理としては三角砲を利用した光切断という方式で対象物の形状を非接触で計測するものになります。今これ動いているのがちょうどここにあるジグソーの刃の形状を測定をしています。こちらの装置に関しては、どういうところで使っていただくかというと、例えばですね、こういった工業製品、ジグソーの刃もそうですし、こういうギアですとか、こういうヒートシンク、もしくはこういう鋳物ですね、こういったものを製作する場合には必ず設計図というものがあると思います。でその設計図の通りにできているかどうかっていうのをこの装置を使って形状を計測します。データはデジタルデータとして出てきますので、その設計図と特定した後のデジタルデータが同じかどうかということを検証するためにこういったものを使っていただくことになります。で我々の製品の特徴としてはテーブルがついていて、今ちょうど動いていますけれども、センサーとテーブルがワンセットになっているところが非常に大きな特徴です。購入していただいたらすぐにお客様のところで使っていただくことができます。こちらの製品に関しては、先ほどご紹介した 3D スキャナーよりももう少し大きな製品を測るのに適しています。こちらにテーブルの上に今ワークが乗っているんですが、イメージとしてはバイクのヘルメットがすっぽり乗るぐらいの大きさのものまで測定ができます。この黒いのがセンサーになります。でテーブルが動いて上からレーザーを当てて測定を行っています。この製品の特徴は、大きなものが測れるということと、あともう一つはこのセンサーヘッドが横に傾くということになります。製品の側面とか斜め面からの測定もできます。テーブルも回ります。底面を除く360度全体の計測をすることができるというところが特徴になります。先に紹介した 3D アイスキャナーの方に関しては、主に電子部品、半導体、小物の樹脂成形品、 OA であるとか、あとは時計の精密部品、そういったものの精密計測に向いていると思います。こちらの方に関してはもう少し大きなアルミのダイカスト製品であるとか、あとは鉄の鋳物のちょっと大きな製品であるとか、自動車の樹脂成形品であるとか、そういったものを対象にしていることになります。今回我々にとってはこれは新しい新製品になります。価格的にも頑張りますので、どうぞお引き合いのほどよろしくお願いいたします。